紅茶やヨイナティーです。めっちゃモサモサしてる。もう11時7分やばい、準備がやばい、なんか明るさがやばい。とりあえずメニューとか書こうと思います。やばい、あっちのメニューも取れんやかな。知らずのうちに登録者さんも20名超えてありがたい。めっちゃモサモサしてる。すごい。なんか今日は撮影をなさってるみたいで、すごいですね、日本橋フルーツさん。どうしても肉食べたかったんで肉とか買ってしまいました。肉のなんかバケットまだあるんで、バケットの上に肉乗せたりしようかな。あ、これは安かったから自分用のご飯です。なんかラビオリ美味しいといいな。なんか500円が100円になってたんで買ってしまった。いつもよりちょっといいチーズ、ちょっとなんか何店舗も巡るのめんどくさかったんでまとめて買ってしまった。そういうこともあります。15デーですね。ストロベリーパーティまあラスイチなんですけどね。そう、月末ミルクレープの予約をまだしてなくて、もう今日は慌ててツイート作らないけど、まああるか分かんないですけどね、まあ、当日分は全然用意するんで、うん。サガホノカやのにザガホノカって書きそうになった。もう一応外クローズのままなんですよ。まあでもどうせ準備してんだろって思って入ってくる方いるかもしれない。最近も朝暇なんで大丈夫だと思うんだけど。大丈夫ってなんやねんな。あ、ね、もう早出たかったんですけどね、気持ちいいだけですね。なんぼや、なんぼにしてたかな。佐賀ほのかじゃない方、じゃあ
遡るかな。こういう時ツイート遡るとね、すぐ分かるんでありがたい。これ画面暗いままやから余計暗いかな。なんか申し訳ない。あいつも見やすいね。ツイッターというか、ツイッターじゃない、YouTube じゃないですけど。YouTube って言い方やな、なんか動画じゃね。動画じゃないですけど。あ、なんか、喫茶店にフォローされた。うれぴー。私もフォローしたから900か。あ、音楽終わったんじゃない？大して聞こえてないと思うけど、気持ち BGM ですよね。ってことはもう4分経ったってことは、もうそろそろ見づらい動画になってきますね。長く長々となりすぎると、まあ、そんなこんなでまだまだメニュー変えて準備してます。今日は前半11時4時夕方4時次が6時8時です。8時ラストオーダーじゃなく、今回はもうちょっと7時ラストオーダーで、その後ちょっと面接に行ってくるので、いらっしゃる方お早めにお待ちしております。キャサリンゴでした。